では今度は第三問行きましょう。冒頭でお話した通り第三問の設問の1は平易な問題ですので必ず得点してください。これを落としてはもったいないです。で見てみますと電車の平成20年度の損益分岐点売上高を求め A 欄に記入しましょう。それから B 欄については本社を売却しない場合について平成20年度より 売上高が20%減少した時の経常利益の金額を求めててくださいいいねという風になっていますですから A 欄損益分岐点売上高についてはもう基本的な損益分岐点売上高の公式を使ってミスなく計算をしてください。B 欄については売上高が20%減少した時に変動費がそれに連動して20%減少し固定費は 変わらない状態ですよね。なので、損益計算書を今の要件に当てはめて、きちんと書き換えていただいて、ミスなくこれも、経常利益の金額を出していただくということになります。そうすると、まあ、計算結果はね、きちんと出していただいたと思うんですけど、特に B 欄の方ですね、B 欄の方では、経常利益が マイナス、つまり経常損失になってしまうんですね。あれあれ残念ということ。つまり売上高が二十パーセント減少することによって損益分岐点、ね、下回って赤字になってしまいますよということなんですね。まあ、この二十パーセントの減速、ね、売上高の減少というのが多いのか少ないのかってちょっとわからない、ね、比較あの 20%感覚的には私は個人的には大きいなと思うんですけどあの減った場合売上高がシミュレーションによって減った場合形状赤字になりますよというのはやっぱりちょっとね避けたいなだからそうならないように考えていきたいよ というのが設問の２になっていくわけです。ただ設問の２はちょっと難しいので、またあのー、ね晩酌を交えて解説をしたいと思います。設問の２では本社を売却した場合を想定まずしていますよね。この時の損益分岐点売上高を求めましょう。でここについてはまずね固定費が低減するっていうことを確認しておいてください。本社を売却した場合、これ結果で結果を見て言っているわけですが。 でその減るというのは反管費についてはまず固定費が増える増えるでも3億円反管費が減るこういう流れですよねこれで1億9500万円反管費の部分での固定費は減ります一方金利としての固定費は18億円 負債を返済することによって、その零点零八八パーセント相当分だけ金利が固定費として減ります。合わせて今回計上利益ベースで個編分解していますので、固定費はマイナス三九九つまり三億九千九百万円減少するということになります。ここの内容を見誤らないように損益計算書を書き換えていただいて、まずは A 欄。 を答えてくださいでは今度は営業レバレッジについて見てみましょうこの言葉ちょっと難しかったですけども経済学を勉強している方であれば弾力性というのを思い出してくださいこれと同じなんです売上高のね、えー、考え方売上高に対する営業利益の弾力性を営業レバレッジというふうに言いますつまり、えー、例えばね売上高が5億だった 企業が5000万円売上高が増加するのと売上高が20億だった企業が5000万円、ね、利益が増加するというのは額だけ見れば、ね、増加額は同じだけど5億に対しての5000万と、ね、20億って言いましたっけ20億に対しての5000万って経済的なね考え価値が違ってきますねこれは弾力性ですよねですのであのこういうふうに考えるんです簡単な数字の例題を ここに載せてみました。えー、っと売上高に対して変動比率が40%の例です。で売上高を変えてみました。売上高を変えてみました。で固定費が60で損益分岐点の状態がここということになります。ね、であの弾力性ですのでまず営業レバレッジの定義式解説で確認してください。でこの定義式に対してね。 えっと売上高がどのくらい動くんですかということに対して営業利益がどのくらい動くんですかそれ比率で見るわけですねこれが弾力性ですするとこの式、ね、解説演で変形してますけどあの複数年度あるんだったらその差額でね限界の考え方を取っていけばいいんですが単年度の,あのデータしかなくても営業利益分の限界利益という形で認識することができます。 またこの営業利益分の限界利益っていうのは分母が売上高引く変動費引く固定費分子が売上高引く変動っということになります。すると今回のように固定費が下がるとどうなるのかっていうと分母の固定費が小さくなりますするとどうなります分母が大きくく出てくるとなると営業レバレッジという数値は小さくなるわけですね。つまり 固定費が下が下ると基本的には営業レバレッジが下がる弾力性ねこれが小さくなるという考え方になるわけですあとは営業レバレッジの値そのものは売上高がいくつかによって違ってきますのでそれをここで見てみたいと思います。まず分分岐点の状態です分母営業利益 分子を限界利益というふうに考えた場合損益分岐点の状態では分母が0ですからこの場合営業レバレッジは定まりません不定ということになります。これは割算ができませんでは売上高が110の時はどうなるんだろうか営業利益が6になります。すると,、えー、と営業利益分の限界利益で考えれば6分の66で営業レバレッジは11.0となります。本来の 定義であるね、あの弾力性の定義式で考えるとどう見ればいいのかというとこっちです。えー、ここのここの百十の売上高の時点での営業レバレッジ十一点ゼロを出したいのであれば、まず、えー、と売上高は百十から百二十へと増えているんですね。でそれを百十を基準に考えるので分母が百十分の百二十引く百十 で、分子が営業利益も同じように見ます。ベースとなるのが6。これに対して営業利益が12-6で6。増えてますね。どうでしょう？この式を計算していただいても、やはり11.0になりますね。他の数値も同じように出すことができます。で、これを見ますと、営業レバレッジというね。弾力性のあのー、値というのは損益分岐点から遠くなるほど。小さくなる。 損益分岐点に近づくくほど大きくなるることが分かるとがか思いますするとどういうことが言えるのかっていうと営業レバレッジが大きくなるのか小さくなるのかっていうのは2つの要素があってまず変動費固定費で構成される費用構造すなわち利益を生み出すための損益構造といった方がいいんですかねのがまずモデルとしてどうなのかな利益が出やすいのかな出にくいのかなと。 こういうい構造があるわけですだから今回は固定費がぐんと下がるんであるならばまずそのモデル自体としては営業レバレッジは小さくなるということなんですね。で一方じゃあ営業レバレッジの具体的な値はっていうと売上高がどのくらいなのっていう話に関わってくるのでもし今回のシミュレーションのように のえー、シミュレーションであの売上高が20%減速するっていうねさっきシミュレーションしたら赤字だったじゃないですかああいうことが起こるとなると具体的な売上高損益分岐点分析のこういうね右肩上がりの図がありますよねあれで考えると損益分岐点が例えばここだとしますこれに対して具体的な売上高が下がってくるならば営業レバレッジは大きくなるということになるわけです。 この2つのつ要素があるんですまず損益構造として営業レバレッジは大き,くなる傾向に大きくなる方向に行くのか小さくなる傾向にあるのかと同時に具体的な売上高が分かるならばその売上高に応じて損益分岐点等に近いんだったら営業レバレッジは大きいし損益分岐点から遠ざかる売上高だったら営業レバレッジは小さくなるということになります。 こういう観点から回答を書いていいてただければよろしいかなですので今回の問いかけ方っていうのは営業レバレッジがどのように変化しって書いてあるんですけどそもそも何と何を比較しているのかなっていうのもわからないし具体的な営業レバレッジの数字をもし答えなければいけないとするならばこれ例えば売上高は減速した時のことなのか減速しない時のことなのかそれも予見や説明を見ても半然としない。 ですのでここではあのー、数字についての言及というよりも今申し上げたような損益、あのー、構造としてどうなのか売上高の具体的な、あのー、値に対してどうなのかというような書き方をしていただくあるいはそこまで細かく書かないとしてもまずは固定費が下がるんだから営業レバレッジは小さくなるっていうことだけ書いていただいても十分じゃないかなと思います。 では最後の第4問を見てみましょう第4問では、えー、売り上げを円建てで、ねえー、支払いを受けている Y 社への売り上げは円建てで支払いを受けているが海外に輸出する自社製品の支払いは上期マスと下期末マスの2回に分けて米ドルで受け取っているこの取引が今注目されているわけですねつまり売掛金を米ドルで回収するわけですでその米ドルを円にするわけですね。 でということはあの為替レートが円安方向に触れている時に円に変えた方が有利ということになるじゃないですか。そのことを目論みたいんですけどもやっぱり変動があるからそうリスクヘッジをしたいねということになります。でそこでこでででの企業では通常1 100ドル100円でね えー、あこれ為替予約を行っていますとで、今期は1ドル100円で500万ドルの為替予約を行ったということになっているんですね。で、えー、この場合、えー、どうなるのかな、つまり500万ドル、たぶんね、あのあ万ドル入ってきますと、ね、これを全部円にしましょう、この時に100円で円にできますよっていうのを銀行と約束するわけです。で約束は必ず履行しなければならないと。 ところが、えー、問の1、えー、売上高は万ドルでしたつまり500万ドル分売り上げると思ってたら430万ドルしか入ってこなかっただけど銀行さんには500万ドル米ドルを売りますよという約束をおっしちゃっていてそれを、ね、レート100円でっていう約束してるんですね。 となるとどういうことが起こるのかというとまず売上高で430万ドル入ってきましたこの430万ドルは円にしますこの時円円ででにすするわけなんですねところが残りの70万ドル同士を銀行さんは70万ドル残りの分も含めて全部500万ドルをドル買うっていうふうに約束してもらってるわけですから70万ドルどっかから持ってきて渡さなきゃいけないわけね。この70万ドル市場で買って銀行に売る とということになりますすると銀行さんに売る500万ドルの内訳は一体どうなるのかなということなんです。そうするとまず銀行さんに対しては5 0 0万ドルを100円で売ることになります。そのうち430万ドルは売上高としてて入ってきますところがスポットレート当日レートは102円なんですね。ということは銀行さんに 102円で売れたた方が本当は良かったんで,すでも100円で売るよって約束しちゃってるからそれを、ね、履行しなければならないってなるとどうなるのかっていうと430万ドルについては円で売れたのに単価102円で売れたはずなのにと言った方がいいんですかね単価100円で売らなければならないつまり1ドル当たり2円の機械損失が出るわけですよね。で一方 残額七十万ドルについては市場から買ってきて銀行に売らなきゃいけない。その時のレートが百二円なんですね。その時って買ってくるレート七十万ドルは市場のスポットレートが百二円ですから、百二円で七十万ドルを買ってきて銀行さんに単価百円で売らなきゃ損覚悟で売らなきゃいけないってことなんですね。ということは上の取引でねあの一ドルあたり二円の損失。 で下の取引で2円の損失。っていうことは500万ドルに対して単価2円の損失だから1,000万円の損失が出るっていうふうに考える簿記でねずっと為替の損益計算している時は結論としてそういう話になるんですがさてこの企業の場合ねそういう1,000万ドルって 1,000万円っていうふうに書くのかなっていうとちょっとね微妙なところがあります。でこの企業はつあの通常為替予約をやってるって言うんですね今の1,000万円っていうのはこの,の430万ドルに対する単価2円分の損失っていうのは機械損失で具体的なキャッシュアウトがね伴うようなものではねっと見ないわけですで。それはあくまでもあのこの為替予約 とかね、あと出てくるオプションとかデリバティブのトリブルは 取引はそもそもやんないよっていう前提条件でこの取引をやったら確かに総じて1000万円の損になるわけですところがこの企業はそもそも為替予約をやってるよっていうことが前提なので430万ドルについて100円で売らなければならないっていうよりもるっていう状態なんですね損益っていうのは何を基準にして損益を考えるのかっていう基準の置き方によって変わってきます。 この企業が為替予約をするということをデファクトスタンダード標準状態とするならばあくまでもこの為替のレートの変動によって生じる損失というのは70万ドルに対しての2円分の140万円これを言いたいがために前工場のところでは通常各半期の機種に予想売上高分の為替予約を行っているという書き方をしているというふうに考えられます。これが説問の1 ですね。一方、質問の2では、今度はオプションを用いて為替リスクをヘッジすることも検討しているというふうに書いてあります。さて、オプションというのは何か。為替予約の場合は、約束したレートで必ず売買取引をしなきゃいけない。オプションの場合は、そのあのオプション権ね権利を得るための対価は払っておきます。 でその権利を持っていれば自分が有利だと思えば権利を行使すればいいし権利を行使しない方が有利だと思えばオプション料は無駄になっちゃうけどあの権利を行使しないでスポットレートで取引すればいいということになるわけです。するとどういうことが起こるのかっていうと外貨をかあの売るんですね外貨を売るんですねですから現資産を売る取引なんでプットオプションなんです。 で売る権利を購入するんで、プットオプションの買い手というのがデー社の立場になります。すると損益図はここはね一時の復習していただきたいと思うんですが、このようにね L 字型のような白で書いた損益図になります。でプットオプションの買い手というのは。 円安方向に大きく振れていく場合は権利を行使すると損になっちゃいますからスポットレートで取引すればいいするとオプション量だけが損失になる一方、えー、とスポットレートが円高方向に振れている場合は権利を行使した方が有利ですから、ね、スポットレートが円高方向に振れているほど利益が増えていくとこういう図になります。 一方為替予約の場合はこういう黄色の線のようになるんですねオプション量のような対,あの対価はありませんですので利益が出る場合は常にオプションと比較すればオプション量に相当する部分だけ為替予約ではその分常に有利になりますところが損失が出たとき。 なんですが、為替予約っていうのは自分が不利だなっていう判断ことになった状況になったとしても、約束だから履行しなければいけないので、不利な状況に追い込まれても無あの損失が無限に大きくなっていっちゃうんですね。ここが容赦の違うところで、為替予約の場合はオプション料が存在しない部分、利益が出る方のね、えー、領域あるいは損失がこのオプション料に限られる部分。 については為替予約の方が有利なんだけどそこを超えてねスポットレートが円安方向に触れていく場合は今度はオプションの方は損失を一定にできるのでこれでね損失を抑えることができるけれども為替予約の方はここから先がずっと大きくなってってしまうということになりますいかがでしょうこのことを説問の2に書いていただければよろしいですね この第4問の「設問の2は」は一時対策での勉強をしっかりしていればあの書ける可能性が高いですのでこのくらいの問題まで期日で書けるようなトレーニングはあの現在ねストレート合格を目指すなどであの一時の勉強をまだやってる方であってもちょっとねあの意識して勉強してほしいなと思います。さてこれで全部見てきましたどの説問からも分からる通りりやははメインテーマは不確実性とか ね変動性とかリスクねこのリスクって広い意味でのリスクですねいい方に触れてもリスク悪い方に触れてもリスクねこういうことについてどういう風うに対応していこうかなということに対して分析をしたりね対策を考えたりということになっていました近年の事例4ではですね過去に行ったことの分析もうもちろん出ないことはないんですけども将来に向けてどんなことをやっていったらいいのかな 皆さんが勉強しているよく分かりやすい例では設備投資の経済性計算とかもそうですよね。というところやはりメインテーマになりやすいのでしっかり押さえておきましょう。それでは、えー、この平成21年度第2次試験事例4の解説はここまでにしたいと思います。ししししっかり学習てていいたただいて合格をつかみましょうお疲れ様でした